警察官に採用された若者が日々教練に励む警察学校。ここで半年から10ヶ月の初任科訓練を通して体力と知識、そして警察官としての大切な心構えを身につけます。警察官の卵たちの一日に密着しました。おはようございます。時刻は朝6時です。今から警察学校を一日体験してきます。警察学校の一日はランニングから始まります。コースはいくつかありますが、この日は学校の裏山を走るアップダウンの激しい全長8キロのコース。性別も運動経験も一切関係なく、全員が同じ距離を走ります。学生時代吹奏楽部だったという記者は次々と抜かれていきます。この春入校した学生は総勢74人。最初は険しい坂道で足が止まってしまう学生も多かったそうですが、3ヶ月が経った今は全員が時間内に完走できるようになりました。なお去年の学生の中には3キロ走のタイムを入校当初から4分以上縮めたというケースも。毎日の走り込みは警察官に必要な体力を養うための最も基礎的な訓練なんです。ランニングの後は朝食。8キロも走った後の食事ですが、ゆっくり味わっている暇はありません。その訳は、およそ5分教官が食べ終わるまでには学生も食事を済ませなければなりません。警察官は早飯が基本。いつ起こるかわからない事件事故に対応するためで、警察学校に入ると早飯はいつの間にか習慣になるそうです。さて、警察学校といえば柔道や剣道、それに逮捕術などの授業がイメージされますが、最近ではこんな授業も。こちらは生活安全の授業。テーマは特殊詐欺防止です。こんなに詐欺の種類いっぱいあっても何一つ騙される気はせん。でもね、お父さん、詐欺に遭った人たちはみんな自分は絶対引っかからんわって言ってたんですよ。お父さんもそれらしい電話がかかってきたら気をつけてくださいね。この寸劇は広報啓発のために学生が考案したもの。県内でも特殊詐欺による被害額は去年1年間でおよそ3000万円に上っています。現場に出ていただいて被害を、ね、一つでも減らせるように、そういった、ね、活動を考える。高齢者を中心に忍び寄る特殊詐欺の魔の手、被害を未然に食い止めることは現代の警察活動の大きなテーマとなっています。またこんな授業も。警察官とは一見何の関係もなさそうな詩吟の授業です。最近では DJ ポリスと呼ばれる警察官もいるほどで、腹から声を出すトレーニングとして雑踏警備や災害現場での活動に生かされるそうです。夕食を終えて談笑する学生たち。日々緊張感のある学校生活の中でも、この時間だけは少しだけリラックスできるタイミングです。終わったら晩ご飯食べれるとか、お菓子食べれるとか、そういうのモチベーションにやってました。やっぱご飯美味しいですか？美味しいです。最近では高校や大学を卒業した人だけでなく、
一旦社会人を経験して警察官を志す人など経歴は様々です。私の身内が交通事故に遭った際に駆けつけてくださった警察官の親切な対応を見て安心感を覚えたことがきっかけです。犯罪の代償に関わらずですね、やはりその犯罪の裏には被害者がいるという辛い思いをしている人がいるということをしっかりと念頭に置いて警察官になりたいと思います。共通するのは誰かのために力になりたいという気持ち。正義感を持った学生同士が互いに励まし合い刺激し合って日々成長しています。県民の方を守るという、強い気持ちと熱い思いが、一番大事なものかなと思っております。今やっていること、勉強していることが、どういう根拠等に基づいて行われているか、何のために自分はやっているのか、そういうことが分かる警察官になってほしいと思っております。警察学校での鍛錬を通して体力や知識、そして心構えを身につけている警察官の卵たち、早い人では9月末に卒業し現場の第一線に配属されます。